はようございます。今日から7月やで、8。そうですね。頑張ろう。先日を超える。先月を超える。おはよう、マイショップ。じゃーん。先生から届いたナイフ。さあ、7月もよろしくお願いします。アイスの食べ比べ。本日もありがとうございました。ありがとうございました。 See you my shop。 タネママイホー。いらっしゃい。おはようございます。今日は一人で買い物して店舗行きます。最近暑くなって人の出歩きが少なくなってる気がするので、なんか対策を打たなければ。あんまり値引きとかで呼びたくはないんだけども、やっぱり値引きって一番効果ある。先月も LINE クーポン配信しましたが、結構使ってくれる人がいたので、初めて店に来るきっかけになるなら、まあ、割引使ってもいいなと思った。おはよう。おはよう。1枚だけに載せる。なんかすごいカチャカチャ言わなかったね。うん。今日もよろしくお願いします。今日もお願いします。ほなみさん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、オーナーへ。ちょっと最近虫が多くなってきましたよ。もう嫌ですよ、本当に不快です。虫がいっぱいいる。虫がキモいぜ。 See you my shop。 なんか変な動物と出会いました。怖いんだけど、カサカサ音がした時が見た。原作だったよね。子犬みたいな。ね、でも子犬じゃなかったよね。犬じゃない。見たことない動物なんか。いや、あれ可愛いけども危ないな。オオカミみたいな。こんにちは、オオカミ。ただいまマイホーム。あっち。
しゃっといい。まだまだ4月8日です。おはようございます。4月3日暑いです、うん、おはようマイショップ。本日もよろしくお願いします。本日もありがとうございました。明日はお休みいただきます。See you my shop。おちさん、今からどちらへ？コメだね。はい、来ました。松原商店街、お初がいろいろ野菜とかが安いらしいです。まずは米だよ。市場調査チケット。さて商店街へ。おはよう、マイショップ。ちょっと役所に行きます。保険料が高いから。ちょっとお腹空きましたんで。もういいですね。そう、ランチですね。こっちは和風パスタ、美味しそう。美味しかったし勉強になった。カレーを始めます。結局マイナポータル、何でも飲んでる。いいね。横浜行きます。カムバックマイショップ。渾身のプリンアラドーモです。See you my shop。 ただいまマイホーム。おはようございます。最近眠いよね。なんでだろうね。ちょっとバテてるわ。今日こそジムへ行きたい。お気をつけて。一応どうも。またねー。さあ、一人でイオンで買い物して店舗に向かいます。朝からやってるのはありがたい。ホッチさん、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日もありがとうございました。ありがとうございました。
さんで今日はジムに行きます。はい、濃いめとのラテ。可愛い。一色。ちゃんと濃かった、うん。これを軽めだったらどうなんだろう。水っぽいの。水っぽそう。でもラテ美味しいね。ローソン。私ファミマの方が好きかも。あ、ファミマな、うん。最近うまくなってるからね、うん。今日からちゃんと飲みまーす。See you my shop。はい。ジム行けた日は最高ですね、ホチさん。はい。はい、ね。これはさ、ジム割いいんじゃない？ジムの会員証をご提示で50円かな。運動しよう。そうそうそう。まあ自分たちの趣味は運動ですみたいなのをあげた後に始めると。いいね。ただいまマイホーム。はい、深夜飯、麻婆丼。これを食べて動画終わらせて寝ます。いただきます。限界です。おやすみなさい。おはようございます。おはようマイショップ。よろしくお願いします。お願いします。本日もありがとうございました。お母さんの。ありがとうございました。ただいまマイホーム。おはようございます。久しぶりの月島。月島おはようマイショップ。See you in my shop. The next stop after Kanagawa Shinmachi. Thank you. Desu.閉店いたまし、閉店いたしました。ありがとうございました。何も記録がございません。すいません。ありがとうございました。本日もありがとうございました。荷物過去一の多さです。多さでもそうだし、重い。めちゃくちゃうまい。こっちがちっちゃく見えるもん。電車に忘れ物をしてしまって待ってる間、俊介くんいただきます。いただきます。メロンパンラスク。上大岡いきます。荷物が上大岡で降ろされたようなので取りに行きます。はい、無事にゲット。戻ります。お待たせしました。やっと近づいた。やっぱりですね、
時点が可愛いです。本当にそう思います、ね、でやっぱりここだよマイショップ。ご飯だご飯だ。ジャストサイズってめっちゃちっちゃい。はい、ちっちゃい。いつもの何倍？そう、二人ともピスタチオな気分だった。さあ、今日のポップアップのお片付けをして帰りますよ。目標は30分。See you in my shop。ただいまマイホーム。通信。